どうもこんにちは、もと申します。毎度おおきに。本日はですね、ワザップに書き込まれた怪しい裏技を実際に試してみたってなろうかなと思います。いや、このワザップというサイトは、まあ、いろいろ裏技が組まれてるんですよ。流れはですね、ほんとにみたいな裏技もあるんですよ。なので今回もですね、まあ、その中からなんかビッグアップして、その裏技をね、からだと思います。さあ、まずはザトウの散歩にやってまいりました。買い物カートにライドオン、よろしくお願いします。今回は買い物カートに乗れる方法を教えます。武器はスペシャルが手負いかの武器であれば何でも大丈夫です。まず散歩モードでザトウマーケット縄張りに行きましょう。はい、来ました。やり方は簡単。 1.SP ゲーム10ドルで食べる。2.溜まったらスプリ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 時点にスパチャンする。どうした口。3.リスポーン地点の左にあるトラロープの部分の一番奥に立つ。補足、かっこトラロープ渡ったら一番奥に買い物カートある。いや、左右の過去逆。4.帝王以下発動直後すぐに買い物カートに向かってジャンプする。ちなみに買い物カートとトラロープがあればどのルールでもできますが、ガチョウコのルールでやる場合は敵のリスポーン地点にも行けてしまうため悪用厳禁です。あ、それはあかんな。結果買い物カートに乗れる。まあ確かに本来想定されてないところに乗るのは良くないんで、まあまあそれは要注意という感じなんでしょうけど、ちゅうことでとりあえずスペシャルを貯めていきましょう。はい、スペシャルが貯まりました。ほんだら、リスポーン地点にジャンプします。うん。で、リスポーン地点の左にあるトラロープの部分、あ、これ、ここの一番奥に立つここ、あーわわ、どういうことどういうことどういうこと、あ、落ちるけどな、ここかな。まあ要は行けるところの一番奥ってことかもしれんな。で、帝王以下発動したらすぐにジャンプして、このカートの部分にこう乗ろうとしたらこう上に乗れるらしい。ほなやってみよう。いくよ、せーの、はい。どういうことどういうことどういうことよくわからん。乗れへんやん。なあ。どういうこと。いや、もうね、あの塗るとこなくなったんでもう一回入ったんですけど、いや、ね、すいません、あの元も子もないことを言うて、別にカート乗らんでええやん。乗れたとでなんや、君の人生でなんか影響あんのか。ないやろ。ほな俺の人生でも何がないかな。ほら、もうやらんでええんちゃうかな。あー、おじいちゃん知らんけど、おじいちゃん、おじいちゃん知らんけど、やおじいちゃん。もう最近ね、これでワザップってこのね、この失敗的にをずっとなんかね、ずっとしないといけないんですよ。だからもう頭おかしになるんですよ。だから頭おかしになるんですよ。だからもう我慢してください。我慢してください。もう、やめてください、もう。うわー、乗ったー。すげえ。おー、乗れた乗れた乗れた。すごいすごいすごい。なんか手負いかってちょっとね高くジャンプできるらしいんですよ、その発動時は。はーはー、すごいやん。もうもう写真撮ったら、ほらもう最後これ、これあれよ、もうあれ炎上するやつ、 SNS で炎上するやつ、ドーナツの上にもたっちゃう、もうこれは炎上やな。さあ、お次はですね、武器屋にやってまいりました。ライセンスを使わずに武器を変える。こんにちは、初投稿です。今回はライセンスを使わずに武器を変える方法を紹介します。お、すごいやん。まず、武器値ライセンスを1個持っている状態にします。そして、欲しい武器を装備している過去持っている状態で試し撃ちします。そして、スペシャルを使い終わりくらいで、設定を開き、試し撃ちをやめます。そして、買うと押して、電源を切る。何言ってんやろ。過去本ボタンではなく本当に電源を切る。そして、同じボタンを3回押してインターネットを切って、再起動する。と。服とかでもできます。かっこお金を使わずに。結果、ライセンスを使わずに武器を変える。すごいや。これできたらほんますごいよ。うん。なんなら成功した暁には赤番よ。いや、またもや赤番覚悟の裏技来ました。で、まずね、ライセンス1個にしないといけないんですけど、私2個持ってるんですよね。鬱陶しいですね、これね。まあまあ、なんか新武器のがええんちゃうかな。新武器なんかゆくゆく使うんで新武器にした方がいいんちゃうかな、思います。
オッケー、ちょっとデコイチラシのやつ買っとっか。オッケー、これにしよう。オッケー、ほな赤ザップ買ったんでライセンス1枚の状態にしました。で、次ですね、欲しい武器を装備してる、かっこ持っている状態で試し撃ちしますって言ってます。オッケー、ほなどうしようかな、何にしよう。あ、これ欲しいな、ちょっと黒ガロンデコ欲しい。これじゃあ試し撃ちしたらええんかな。で、スペシャルをこれ貯めて、スペシャルを使い終わりくらいで設定を開き、試し撃ちをやめると。まあ、設定っちゅうのは、ポーズのことやと思うな。オッケーオッケーオッケー。使い終わりギリギリやな。よし、行くぞ。さあ、手追いか使う。ほんで、あ、これポーズ押せへんな。ってことは、これ切れた瞬間にポーズを押せばいいってことや。こういうこと？ま、絶対遅いけどな。ちょ、もう一回やってみよう。オッケー、ほんで使う。でも可能な限りマイナスボタン連打。よし、ほぼ最速出た。で、試し撃ちをやめます。そして買うと押して電源を切る。電源か、難しいな。なんスリープじゃなくて本当に電源を切るってことは、こうやって交換する、押した瞬間にホームボタン開いて、設定画面から電源を切ればいいってことやな。オッケー、いくよ。オッケー、これは来てるよ、これは来てる。ほんで、本体の、なんかその電源ボタンを長押してなあかんねんて。1、2、3。あ、出てきた、出てきた、出てきた。で、電源オプション、電源オフや。オッケー、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 オッケー。で、電源切れたんで、ほんで、ほんで、次これ起動しましてからに、ほな、次これ起動すると、次インターネットを切らなあかんねんて。あ、起動した、起動した。で、同じボタンを3回押して、インターネットを切って、再起動と。インターネットを切るにはどうすりゃいいか。あ、これあれやな。機内モード使おう。オッケー、これ、今、機内モードしました。これでね、オフラインになってるんで、これで大丈夫なはず。オッケー、機内モードで、これ、インターネットを切ってます。で、スプラトゥーン3、これを再起動すればいい。オッケー。で、まあ、ちょっと武器開いて確認してみるか。で、ライセンスがこれ1で、黒ガロンが変えてた。チケット減っとるやないか。やっぱ俺の貴重なチケット、この裏技で2枚無駄にしたわ。最悪やー、終わったー。なんか裏技で使うかもと思って一生懸命食べたチケット2枚なくなってしもた。どうしてくれんで、ちゃんと変えてるし、ほんでちゃんと変えてます。ってことで裏技は失敗です。まあ、知ってた。はい、お次はハイカラシティにやってまいりました。散歩案内所の看板に乗れる、過去ハイカラシティバージン。1、エキスパンションパスを持っている。バンカラ街にいる場合、ハイカラシティに行く。2。いや、2のが頭。普通2のが頭なんよ。うん、2、バンカラ街にいる場合、ハイカラシティに行くでしょ。うん。3、ハイカラシティの散歩案内所に行く。4、ガイドさんの近くにいるクラゲ、過去長い方を連れてくる。ザキヤマ。5、クラゲを看板とガイドさんの間に挟める。挟めるってか、挟むってこと？6、クラゲに乗ったらすぐ看板に乗る。すると、とんでもないことに。続きは CM の後はもうどうでもいい。しょうもない。結果、看板に乗れる。OK。ガイドさんの近くにいるクラゲ、長い方、あ、こいつ？こいつをこう連れてくる。はい。クラゲを看板とガイドさんの間に挟む。はぁ、あ。これ、表から挟めるか？裏に持ってかなかったこれ。いたがいたが、そっち行った。あー、これ裏か。裏やな。よしよしよし。挟める。挟めるね。挟むやけどな、ね。はい、持ってきましたよ。持ってきました。うん、踏まれてますけど。踏まれてますけど、持ってきましたよ。で、クラゲに乗ったらすぐ看板に乗る。やって。すると、とんでもないことに。あ、え？なんか今普通に乗れたな。あ、え？なんで？俺も看板俺、ほら、普通にやったら乗れへん。なんで？このクラゲでぬるりーんと言って上に行ったってことね。ちょっとあなた壁から離れてくれへん。壁と密着してしもた。どうしよう。ちょっと離れて。ちょっと頼む、離れて。離れて。お役に立てません。謙虚やな。あなた、ちょっともう別のクラゲ連れてくるしかないわ。よし、来たよ。別人連れてきました。で、挟んだら、ここジャンプしたら乗れるよね。行くよ。せーの。はい。あれ、ちょっと待って。なんで先できたん？ほんなら。なんで先できたん？
できた。うわーできた。折れちゃった。なんだよねな、なんじゃね。あ、できた、できた、できた。オッケー、乗れたあ、すごいすごいすごい。乗れんねんな、こっちでも。クラゲでこのね、高さをこの補強できるというか、まあ、なんか高いところに乗れるようになるの知らんかったな。へぇー、しょうもない。さあ、お次はロビーにやってまいりました。潜伏しないで早く泳げる？こんにちは。ちゃんと読んでね。読んでる初投稿です。そして、すごくしょうもない小ネタです。イカちゃんかっこタコちゃん、右のかっこちゃうな。が潜伏しないで早く泳げるしょうもない小ネタです。手順、1、ロビー、かっこ試し撃ち場でも OK に行く。2、筆系武器を持つ。3、筆でまっすぐ一直線に塗る。4、塗ったところと塗ってないところの間をイカかっこタコで通ると、結果、イカかっこタコちゃんが見えた状態で早く泳げる。そんなことできますの？ほな、やってみよう。シャーとまず一直線に書けばいいんだけど、一直線に書くの難しいから、あそこのなんか線の上にこうシャーってやろうかな。オッケー、一直線に、いやー、はい、書きました。ほんで、縫ったとこと縫ってないとこの境目を泳げば、イカが見えてる状態でめっちゃ早いいけるよってことらしいです。ほな、やってみよう。せーの、ほい。ほんまや！知らんかった。これスプラ1とかスプラ2でもこの仕様なんかな。あかん、こっからなんかいろいろ膨らませようかなーと今いろいろ考えたんやけど、何も出てけへんかったすまん。さあ、お次は散歩モードにやってまいりました。変な歩き方。一部の武器でアサリを投げる構えをしたまま移動すると変な歩き方をする小ネタです。ぜひまずは比較のためにチャージャー系、シェルター系、ストリンガー系以外の武器を持ってガチアサリのルールのお好きなステージに行ってください。アサリを拾っても拾わなくてもガチアサリにしてもいいので、 A ボタンか L ボタンを長押しでアサリを投げる構えをしたまま左右や後ろに歩いてみてください。サブを構えたままメインを打ちながら歩く時のようなイメージ通りの歩き方をしていると思います。次にチャージャー系、シェルター系、ストリンガー系のいずれかの武器を持って同じように構えたまま左右や後ろに歩いてみてください。すると結果なんでこうなっちゃうの？はい、普通の武器でですね、これ3本も来たんですが、アサリにすんの忘れてましたですね。今からアサリに変えます。すいませんオッケー、アサリに変えたんで、まあ、今回ね、おっしゃる通りに普通のやつで来ました。でも普通のシューター系の武器で、まあ、こうやって構えると。で、これで、左右とか後ろに歩いてもどうなるかっていうと、うん。まあ、別に普通やんな。ほんまに普通。なサブ構えてるときと多分ね、ほぼ一緒なんや。まあ、普通よな。これがどう変わるんか楽しみやな。うん、見ていこう。オッケー、まずはチャージャー系いこう。さあ、チャージャーで来ました。ほな、やってみるよ。構える。うん。で、左右に動くよ。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃおもろいやん。なんでこんなこんな小幅なんよ。なあ。あ、前は普通やな。なんでなん？絶対遊んでるやん、これ、任天堂。アクションの担当者、遊んでるやんな、これ。いや、ちょっと待って、これはシェルター系、ストリンガー系もだいぶ楽しみになってきた。さあ、次はシェルター系どうなる？おおおお、一緒やん、チャージャー系となんや、しょうもない。いや、おもろおもろおもろ。好き好き、こういうの大好きやから、俺。うん。いや、これ、ちょっとね、ストリンガー系はね、ちょっと変わってきてほしいよな。うん、やっぱちょっと武器の形もだいぶ変わってきてますんで、だいぶ、やと思います。いや、絶対ちゃうはずやね。これ、ストリンガー系は絶対ちゃう。もう、だってもうなんか武器の形状がもう弓やもん。だってちゃうやん。全然ちゃうし、なんならスプラ3からの新武器なんで、もう絶対ちゃうはずやね。いくよ、いくよ、いくよ。いや、一緒やないかい。